たおやかインターネット放送がお送りする絵本の時間、魔法の杖。ビルはイギリスの子供です。学校の休みの時、召使いのジーヤに連れられてカモを家に出かけました。途中で道端のおじいさんから三日月型の柄のついた杖を買いました。その杖は不思議な杖だよとおじいさんは言いました。沼に着くとジーヤはずっと向こうの方へ行って、カモの群れを沼の真ん中へ追い出しました。しかし鉄砲の弾はそこまでは届きません。ビルはじれったくなって、杖の柄をくるくる回しながら独り言を言いました。あそこへ行きたいな。すると不思議なことが起こりました。ビルは沼の真ん中のカモの群れのそばに立っていたのです。パンパンと鉄砲で2羽のカモを撃ち取りました。それからさっきのことを思い出して、杖の柄を回しながら、岸へ帰りたいなと言いました。途端にビルは元の岸に帰っていました。ビルが2羽のカモを下げて帰っていくと、みんなが偉いなぁと褒めました。ビルは杖のことは誰にも言いませんでした。その晩ビルは考えました。不思議だなぁ、これは行きたいところへどこへでも連れて行ってくれる魔法の杖らしいぞ。では試しに今度は遠い国へ行ってみよう。ビルはまだ夜が明けないうちに寝巻きのまま杖を回して、学校で習った南の島へ行きたいと言いました。すると急に暑くなって、目の前にヤシの林がありました。ここは遠い南の島の海岸でした。ビルは寝巻きを脱いで、そのそばに杖を突き刺して海で泳ぎました。ところが大変、槍を持った大勢の土人たちが現れてこちらへ走ってくるのです。大事な杖を取られてしまいそうです。ビルも一生懸命に走りました。どちらが早いか、土人の槍が飛んできました。ビルは夢中で杖を掴んで回しました。家へ帰りたい。途端にビルは家に帰っていました。ある日、ラジオのニュースが聞こえてきました。ボップ氏の飛行機はアフリカからロンドンへ帰る途中、サハラ砂漠で行方不明になりました。ボップはビルのおじさんで、イギリスの有名な飛行士です。みんなは心配でたまりません。僕、ちょっと散歩に行ってきます。ビルはお母さんにサンドイッチをこしらえてもらって家を出ました。ビルは杖を回してサハラ砂漠へ行きました。ボップおじさんはビルを見るとびっくりして言いました。いやあ、ビルかい。機械が故障してしまったのだが、直す道具を持っていないのだ。この広い砂漠の外れにいるフランス軍に助けを頼みたいんだが、とてもそこまで行けないんだよ。それに食べ物もなくなってしまったのだ。おじさん、サンドイッチをお上がりなさい。それからフランス軍に手紙を書きなさい。とビルは言いました。ビルは杖を回してフランス軍の兵営へ行きました。そしておじさんの手紙を見せました。手紙を読んだフランス兵は、よしよし、すぐに道具を持って出かけよう。と言いました。フランス軍の2台の自動車は4時間も砂漠を走ってボップおじさんのところへ来ました。まもなく飛行機の故障は治って、ボップおじさんは無事に飛行を続けることになりました。ビルはおじさんを見送るとすぐ杖を回して家の庭へ帰りました。
ある日、姉さんが新聞の切り抜きを見ながら話しかけました。グレーシアという国では今クノーという悪い総理大臣が謀反を起こして、お年寄りのお父様を押しのけて大統領になろうとしているそうよ。そしてまだ14歳のアナトール王子を山の中のお城に閉じ込めているということだわ。ビルはアナトール王子のことを思うとかわいそうでたまりません。またクノーという総理大臣が憎くてなりません。よし、アナトール王子を助けに行こう。今度は大冒険だ。ビルは決心して杖を回して言いました。山の中のお城にいる王子のおそばへ。ビルはお城の真っ暗な屋根の上で王子に会いました。君は誰だ？どこからここへ来た？僕、ビルと言うんです。イギリスからあなたを助けに来ました。さあ一緒に逃げましょう。それではゾシマ公爵の家へ連れて行って。ビルは王子と腕を組んでから急いで杖を回しました。公爵はビルに言いました。不思議な子供、君はまるで魔法みたいに王子様を救い出してくれて本当にありがとう。だがもしこのことが苦悩に知れたら、きっとここへ軍隊が押し寄せてくるだろう。苦悩は今どこにいるのですか？今夜山のお城へ行くはずだ。ビルは杖を回して山のお城の階段に来ました。やがて下の方から苦悩が登ってきました。総理大臣のおじさん、こんにちは、とビルは言いました。誰だお前は、と苦悩は目を光らせました。ビルが苦悩のそばへ寄っていくと、苦悩はいきなりビルの肩をつかもうとしました。ビルはそれよりも早く苦悩の帯をしっかりつかんで杖を回し、グレンモーアの谷へ、と言いました。途端に二人の姿は階段からパッと消えてしまいました。ここはビルのうちの別荘のあるグレンモーアの谷です。総理大臣のおじさん、ここは外国の山の中ですよ。ではさようなら。待てこの小僧。ビルは木陰に逃げ込んで杖を回してロンドンの自分の家へ帰りました。ビルは風邪をひいて、それから3日ほど寝ていました。やっと治ってアナトール王子の部屋へ飛んでいくと、公爵は言いました。王様はお亡くなりになり、代わってアナトール王子が王様におなりになるのだ。そして今日はお寺での儀式があるのに、外国から帰ってきた苦悩が王子様をどこかへ連れて行ってしまったのです。アナトール王子のおそばへ、とビルが杖を回していったところは田舎の粉引き小屋でした。アナトール王子は縄で縛られて藁の上に転がされていました。ビルは急いで縄を解くと、苦悩はいないのですか？いるよ、どこか近いところに。二人で探すと苦悩は入り口の藁の上に疲れてぐっすり眠っています。王子様、僕の帯につかまってください、とビルは言ってからそっと苦悩の帯をつかんで杖を回しました。どこかの寒い国の人のいない島へ。そこは寒い国の島でした。ドドーンと波の音が聞こえます。苦悩は急に寒くなったので目を覚まして二人につかみかかろうとしました。王子は言いました。悪人め、
ここでカモメと遊んでいろ。ビルは素早く杖を回しました。アナトール王子の御殿へ。ビルのおかげでアナトール王子は助かりました。アナトール王子が王様になる儀式のある日です。ビルも馬車に乗ってお寺へ行きました。みんな万歳を叫んでいます。こうなったのは僕が働いたからだとビルは心の中で得意でした。ビルはある日お母さんとサーカスを見に行きました。規則なので仕方がなく杖を預けましたが、帰りがけに受け取ろうとすると杖はなくなっていました。聞いてみると杖を預かったおじいさんがそれを振り回しながら、俺は天国へ行きたいなと言った途端に杖もおじいさんもパッと消えてなくなったということです。ビルは泣き出しました。ビルはその晩みんなに言いました。あれは魔法の杖だったのです。僕はあの杖でいろいろ素敵なことをしました。とても愉快でしたけれども、みんな杖のおかげなのに、僕はだんだん自分が偉いんだと思い始めたので、神様が杖をお取り上げになってしまったのでしょう。